後期後期影康3年2月8日は、李氏朝鮮初期の政治家。本願は中水、講子。死亡は、液生。清掃時代の明細将として知られる。1363年に、後来の藩高領大都母府子であった紀君髄の息子として、平木慶の過女里に生まれる。1389年に家去に合格し、管理として道を歩む。しかし、 1392年に李成刑によって、高羅王朝が滅ぼされ、李氏朝鮮が開国されると、新王朝への出資を拒否し、同志と共に森門道に出居したが、李成刑や森門道の同志の説得により、新王朝に出資する。その後は、自家芸文春循官司兼監察、慶僧、礼僧、平僧等の職を歴任する。しかし、 第三大王の大操が、長子の譲るネイ大君から王政師の資格を剥奪し、三男の中ネイ大君を王政師にするとこれにことを唱え、大操の怒りを買い入るとなる。その後、1418年に即位した清掃により、再び官職に登用される。その後は、官職最高位の領義制を1431年から歴代最長となる18年間務め、 清掃を補佐する。また、清廉潔白な清白理としても知られる。1449年に職を辞し、その3年後に死去。去年92、ありがとうございます。